ムソン MC2 プロ1の手ブレ補正機能の動作確認をしてきました。前回も動画で載せたんですけども、その時はですねバイクの後ろの方に乗っけて固定する形だったんですけども、今回はですねヘルメットの方にマウントして動作の確認をしてきました。ヘルメットマウントの方式はですね、GoPro の顎マウントと同じ形にしまして取り付けて動作確認してきました。動画の方を見ていただければ分かる通り、前回のと比べるとですねまずまずというか見られる感じの動画になってますね。ヘルメットにマウントする、頭の方ですね固定されるということで、いい感じで撮れてるのかなと思います。画質についてはしょうがないところがあるかなとは思いますけれども、使えるレベルかなですね。記録としては使えるレベルじゃないかなと思います。値段の割には十分使えるのかなと思います。はい、以上となります。